4月26日火曜日から、はい、ボランティアセンター開設ということですが、はい、今回は九州の方に限る、はい、これはどのような理由から、はい、当初はですね、全国の皆さんに、お声をかけておくかと思ったんですけど、ご存知のようにですね、非常にこう、こう駐車場もだいぶ限られているというようなところもありますし、まだまだ避難所にいらっしゃる方がおられて、各個人のニーズといいますか、それがですね、まだ完全に把握しきれてないという面もあるものですから、その場合はちょっと57号線がですね、ご存知のようにもうちょっとなかなか通れない状況ということで、ミルクロードからいらっしゃるもんですから、こっちの東側はですね、竹田市さんの社協さんからも、東から来るですね、ボランティアの方たちを一応、交通整理といいますか、それをやって、申し出もあったもんですから、九州であればですね、その辺対応できるんじゃないかなということもありましてですね、余震もですね、まだ収まっていないというような状況、それからご存知と思いますけれども、あと地滑りが張ってるんですよ、北外輪山の方ですね、そうすると今日も雨ですけど、そういった時にやはりこう避難指示あるいは避難勧告出てるもんですから、なかなかですね、こうボランティアの方たちがいらっしゃっても、ボランティアの方たちの安全が担保できないことにはですね、もうやはりこうお願いはできないというようなこともありまして、申し訳ないんですけども、今回はですね、とりあえず九州地区内ということでですね、ちょっとお願いをし直したところです。はい、やはりですね、もう私平成20年はいなかったんですけど、同じようにですね、被災者の方に寄り添ってですね、被災者の方が少しでもですね、安心していただけるようにですね、当然ですね、まだこういう危険な、完全に危険が去った状態はないものですから、ボランティアさんも自分たちの、身は自分たちで守っていただいてですね、特にほらガラスとかそういったが多いものですから、ボランティアさんの怪我とかです、そういうことないようにですね、やっぱやっていただきたいなと思います。やはりこう事前にですね、ボランティア保険というのがあるんですよ。お住まいの各市町村社協にそういうの窓口ありますので、そこに入っていただいてですね、そしてこっちに来ていただければ、もうスムーズにですね、対応できますんでですね、どうしてもそれことは間に合うんだったとかですね、そういうことあればここでも受付はですね、できますけれども、だからスムーズに行くためには、やはりこう各お住まいの、市町村社協の窓口でですね、転載、ボランティア保険というのがあるんですけども、そこで加入していただくとスムーズにですね、ここでも受付ができますしですね、それをお願いしたいなと思っているところですね。かなり長期的なボランティアにはこれからなると思いますが、やはり市民の皆様もこの開設は待ちのの望んでた。まだこっちの東側の赤水って言いますかね、こっちの山の方がまだなかなかこう入れてないというような状況があるもんですから、やはり高齢者の方とかですね、単身あるいは高齢者のみの世代とか、そういう方たちはですね、やはりこうに必要とされてますんで、そういう方たちいち早くですね、お手伝いしたいなというのはもう当然思っているところでございますね。4月26日午前9時から阿蘇市内の巻の阿蘇公民館で災害ボランティアの受付を開始します。お問い合わせは阿蘇社会福祉協議会までご連絡ください。